皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、新曲ができました。ラジオ放送300回記念で作った曲ですけれども、作りかけの歌。君のための歌を聞き返す言葉探しながら、作りかけの歌という新曲でした。また見つけてきます。おまけのコーナーになりました。福井でライブをしてきたんですけれども、双子亭ラクダさんという、落語家さんと一緒にやったんですけどね、山口ひらくさんという本名で、奥さんが若さんというんですけども、枕落語でですね、その自分がその山口ひらくとして僕に作ってもらったサウンドログが短いって言ってね、すごいやゆもう攻撃される枕だったんですけれども、ちょっと聞いていただこうと思います。ひらく先生と若先生、山口夫妻短いか、短いかもしれませんが、短さもキャラクターということで、また見つけてきます。